はい、どうも、翔平 TV です。どうも、はしろチャンネルです。はい、お願いします。お願いします。明けおめですね。明けおめです、はい、はい、2020年スタートですね。そうしましたね、はい、はい、今日は土平日の中、はい、はい、群馬からね、はい、来てもらって守備練習ですね。そうですね、はい、今日は埼玉県の狭山市狭山スポーツセンターに来ております。はい、そうですね、これらの練習バスね。はい、はい、今日は何しましょうか。やっぱりこれからシーズンが始まるってことで、はい、速い打球にまだ目が慣れてないんですよ。そうですね。で、やっぱり速いノックでもいいんですけど、やっぱりここにいい施設があるんで。確かに。これで速いボールに慣れておけば試合のボールが遅く見えると。やっていきますか。そうですね、やっていきましょう。じゃあいつも通り守備をしていきたいと思います。はい、で、今回やっぱり、まあ、今回というかいつもなんですけど、ボールがマシンのボールってことでだいぶ弾むんで、うん、優しく卵を取るように。優しくね。はい、やっぱり俺基本こうしたから。そうですね、バーッ、はい、喧嘩しないように優しく。はい、スピードどうします。スピード、スピード最初はまあアップというか足を使うんで、まあレベルが100まであるんですけど、うん、まあ20、30ぐらい。20、30ぐらい。はい、でまずは基礎をね、はい、しっかりと、はい、やりながら、はい、やっていきたいと思います。それではやっていきましょう。ゴー、お願いします。ではオーバーします。やばい、無理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 で今1セットやったんですけど、はい、ちょっと思ったより早かったですね。早かった早かった。なんかもっと足を使って投げるかなと思ったら結構ハンドリングになって結構早かった。25だけど早かった。そうですね、ある程度なんか見えてきたんで、はいはいはい、まあ60ぐらいにして、はい、多分60が結構早いのよ。はい、最先で早いです、ね、60でちょっと翔平オンリーで。わかりました。がっつりちょっと練習をして、はい、今年のシーズンのねピッチャーやらずなんか別の守備位置も守る可能性があるので、はいはい、ちょっとそれ練習としてやっていきたいなと思います。はい、じゃあカメラお願いします。わかりました、カメラお願いします。はい、行きましょう。はい、では半ズボンで行きましょう。いいよいいよいいよ。さあ行きましょう。どうせどうせ。さあ新年一発目しっかり。オッケーオッケーオッケー。すごい。はい。おー、イージーイージーイージー。まだイージーですね。あっあっあっ。マジカメラ怖い。さあ、もう対。あだ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 。あだ。ヘイ、ワイ、ヘイ、おー、いい打球。あー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 今ね、やばい。いい反応いい反応。
けるああいいプレー、これはいいプレー、これはいいプレー。いいストップ、いいストップ。正面怖い、正面怖いですね。へい、いいボディ、いいボディ。へい、こうできない。へい、ちょっと芯で、芯で、いる、ああ惜しい。今のはいける。おい、顔、顔やばい。はい、いる、ああいいプレー、惜しい。これはいいね、練習法ですよ。いやでも早いっすね、やっぱり。でもやっぱいい、いい練習です。いいっすね。はい、ちょっとあんま取れなかったっすね、やっぱちょっと。まあ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 、反動が難しい。まあ年明けですからね。1本目の反応もやっぱ大変だし、やっぱちょっともうちょっとね、練習が必要っすね。そうっすね。ちょっとあの1月の12日と25日と2月22日翔平 TV 練習会るんで、はい、一緒にやりましょう。よろしくお願いします。はい、はい、というわけで本日のご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツオンラインショップで購入できます。女子プロ野球選手や野球人みんな着てます。Yeah.